5月7日2018年の日記でございやす。はい。最初に気づいたのは、気づきましたか？髪の毛が、なんかすごいことになってるみたいですけども、ちょっとね、いろいろ、卒業もして、自分の人生の、なんか区切りみたいなのをね、ちょっとつけるために、大きくイメチェンをして、見ました。なんか思った以上にね、すごい色になっちゃったから、おっとこれはと思ったんですけど、お母さんとか最初これを見た時目合わせてくれないぐらいあれだったんですけど、でもまあ今はちゃんとあれ慣れてくれたんですけども、まあそうですね、卒業してなんかこれから新しい自分として生きていきたくて、ちょっとなんか、なんだろうな、髪は前からちょっとずつ茶髪には染めてたんですけど、なんか色を思いっきり抜いてみた、見て、ちょっと激しいんですけども、なんていうか、なんですよね、なんかこういう時期なんですよ、心がなんかやりたいことをやってみたいみたいな、そういう時期が来たみたいで、学校も卒業して心も余裕ができてきたので、なんかまあこれだけじゃないんですけど、いろいろなことをねこれから始めていくと思うんですけども、はい、なんかなんだろう、来週から仕事が始まりますね。先週は一週間もう本当にたくさん寝ました。もう一生分寝たので、もうこれからは一生寝ないで過ごしていこうかななんて思うんですけども、そんな寝るのが大好きな自分はそんなこと絶対できないんですけども、そう。で、まあ、なんだろうね、いろいろまあ、最近心でいろいろ考えることもたくさんあり、自分の人生とは一体何かみたいな、その何をこれからしていくのか、やっぱね、その目的もがなくなるんですよ。学校が終わると、学校が行ってる間は卒業っていう目的になるんですけど、学校が終わるとですね、目的は突然消えてしまうんですよ。だからなんか突然こんな髪型になりたくなって、なんていうかな、自分を試してるみたいな、なんか社会を試すみたいな、自分を言ってることがよくわかんないんですけど、この髪型とともにこれから自分はどう社会と戦っていくかっていうのをね、試してみたくてですね、でもこうやって見ると髪意外とそこまで金には見えない、茶色いい感じの茶色になってるんですけど、これね、ブリーチかけた時に、あんまりうまくいかなかった、うまくいったなと、最終的には思うんですけど、でもなんか均等にブリーチできてなかったみたいで、これ髪をめくると、もうマッキンキン、みたいな感じなんですけど、でも別に、ね、上は茶色い感じで、横はちょっと黄色のかな。とにかく、自分は結構気に入ってます、この髪型。ヘアカットもしてもらって。そう、私の専属美容師、S 君がいるんでね。S 君にやってもらいました、いろいろ。だから、新しい気持ちでね、これから頑張っていきたいと思うんですけども。まあ、とりあえず、卒業して、自分の目標は、まあ、とにかく自分のなんだろう、やりたいことをやるっていうと、なんかちょっと自分勝手に聞こえるんですけども、なんかやりたいことがやるだけだったら多分虚しく終わると思うんで、なんか人生そんなやり自分勝手に生きるのは嫌なんで、やりたいことをしながら、まあ人の人生を豊かにしていくっていう、なんか人をこれからたくさん関わったり、人に何か
影響を与えることができたらなっていうふうには思っています。で、来週から仕事が英語の先生として始まるんですけども、それもなんかすごいいろいろな機会がねありそうなんでね、なんか自分のモットーではなんか仕事外でもできるだけこの仕事に貢献するっていうちょっとポリシーがあって、なるべくなんかいろんな生徒とあのクラス外の生徒とも知り合いになったり、先生ともあのたくさんコネクションをね作っていって、それでいろんな人の人生に関わっていきたいなっていう感じのモットーがあります。で、すごい仕事もすごくなんかいいとこにね就職できたんですよ。1年間だけなんですけど、で、そこのあの学校もなんかその自分のボス上司みたいな人はすっごいいろいろなんかくれるんですよ。やること、こういうのもやってみないか、こういうのもやってみないかみたいな感じで、すごいいろいろな機会をくれる人で、で、なんか自分はそこの学校で前学生中も働いてたんで、多分その結構な、まあ多分もう1、2年はもう働いてるんで、で、そのチューターっていうテューラーっていうのを自分はずっと何学期もやってきて、そのチューターって個別であの生徒が英語わかんなくなった時とかに個別で英語教えてあげるみたいな、そういう先生が何人か休み時間にそのあるクラスルームある部屋に置かれて、その先生が生徒がその先生のところにいつでも来て勉強のこと聞いてもいいっていう制度なんですよ、こっちアメリカで。テューターっていうものがあるんですけども、それはもう自分長い間やってて、多分一番学校で長い間やることになるので、それのそれのなんか周りを教えたりする立場になってくれないかみたいなことも言われて、なんかそういうなんか自分が指導する立場にいさせてもらえるっていうのは本当にすごい感謝でいっぱいですね。自分の能力をその認めてもらえたっていうことは本当に大きいことだなと思いました。自分は障害があってできないことだらけで、多分普通に周りの人から見たら自分はできないことしか多分見えないって思う人が多いと思うんですよ。それでもなんか本当に中身を見てくれて、やっぱあなたは別に障害者とかは別に関係なくて本当に素質があるし、あなたのおかげでたくさんの生徒が私たちの学校でいい経験をしてくれたから、本当にあなたは大きな力があるよみたいなことを言われて、本当に感謝だな。そうやってなんかすごく自分の能力を見てくれることを感謝だなって、多分こういう機会はねこれから社会に出てないと思うんですよ。障害者だから、なんか障害者イコール何もできないみたいなことをこれからも言われ続けると思うんですけども、まあ自分はそんな社会に挑戦していきたいというのがあります。なんかあえて難しい環境にいて自分の生活力とか自分の力を試したいっていうのはすごくありますね。そういう感じで、だからこの髪色も変えてちょっとなんていうか反抗じゃないですけども、なんか自分をもっと表に出そうみたいな感じで目立とうじゃないですけど、そんな感じでこれからもやっていこうというふうに決めました。まあ卒業してからなんかいろいろなことが変わると思うんで、なんかこの金髪にしてなんか顔も変わったねって言われて、なんか顔も日本人に見えない、なんかオランダ人かネパール人、なんでオランダ人とネパール人が一緒に出てきたのか、その人種2つとも全然違うのに、なんかネパール人かオランダ人に見えるって友達に言われて
よくわからないです。何人に見えますか？私とりあえず日本人とか韓国人には見えないみたいです。そしてなぜかあれ目も青くなったって言われて、いやいやいや黒ですよね、黒だよ普通にって感じなんですけども、まあこれから頑張っていきたいと思うんでね、これからもねいろいろね社会現象をね起こしていきたいと思うんでね、応援の方よろしくお願いしますね。はいはいはい、というわけでじゃあまた。